港内浦駅は熊本県足北郡足北町大和三宮崎358番地にある必殺オレンジ鉄道線の駅。駅番号は OR10。当駅から水俣方の自駅であるつなぎ駅までは複線となっている。そのつなぎ駅とは 8.7km 離れており、道路線の中では最も駅間距離が長くなっている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 駅舎はないが、コンクリート作りの簡易駅舎が設置される。無人駅となっている。かつては木造駅舎で有人駅であった。無人化後の1977年に簡易駅舎に建て替えられた後も簡易宅駅として出発窓口が設置され、駅係員が朝から夕方まで乗車券や定期券を発売していたが、JR 時代の晩年はそれもなくなり、 完全無人駅になっていた。わかりにくいが、駅舎とは反対の2番ホーム側に、裏口があり、遊楽の中心地への近道となっている。また、九州新幹線開業による第3セクター移行が決まっていたためか、九州旅客鉄道時代末期には、駅名標が錆びたままとなっていた。これは、近くの海浦駅、袋駅なども同様である。 現在でも2番ホームの屋根付きベンチの箇所に国鉄時代から使われている駅名標が残っている。周辺は住宅が立ち並んでいる。また北側は湯浦温泉の温泉街である。かつては駅前からも参考バスが発着していた。当駅前からは佐敷駅、佐敷車庫、車橋、センター入り口、古石、長崎、百鬼、水俣参考と、 様々な行き先の路線バスが発着していたが、古い市、長崎、百期方面は2011年5月31日限り、水俣、佐敷方面も2015年9月30日限りで廃止され、現在は駅前からは廃止代替バスである、足北た触れ合いクールバスの発着のみで、定期路線バスの発着はない。開業時の地名が由来。ゆうはその地名の通り、 湯の湧き出る港を意味する地名で、古くからこの地に温泉が湧いていることから付けられた地名である。ありがとうございます。